フランツユリウス・フェルディナント・マイエン。フランツユリウス・フェルディナント・マイエンは、プロイセン王国の医師、植物学者である。ティルジットに生まれた。1823年から、ベルリン大学で医学と植物学を学び、その後軍医となった。仕事のカター植物学や、植物の歴史を研究した。アレクサンダー・フォン・フンボルトの推薦で1830年から1832年に、 世界一周公会に繊維として参加し、ブラジル、チリ、ペルー、ポリネシア、中国などを訪れた。多くの標本を集め、この公開の成果は1836年に植物地理学の概要としてまとめられ、植生と気候、土壌の関係を論じ、フンボルトが提唱した植物群落の相関について論じた。1834年に、 ベルリン大学の植物学の准教授に任じられ、植物解剖学参観などを執筆し、植物の細胞に、つい認識し、細胞が分裂によって増えることを認識するなど、細胞説の歴史において先駆的な役割を果たした。ベルリンにて没。狐の孫家の名園屋族に、懸命されている。マヨンは、植物の学名で命名者を示す場合に、 フランツユリウス・フェルディナント・マイエンを示すのに使われる。ありがとうございます。